千葉13区宮川でございます。今日見に行きまして、やはり事故の大きさを実感をしました。でそういった中でも、4号機の燃料棒を取り出し、あるいは3号機の、ドームの、がかなり完成してきている。そして凍土壁が、かなりできたというようなところで、一歩一歩前には進んでいるというような実感を感じましたけれども、しかしやはり大きな事故だったなということで、これから原発ゼロ、そして再生可能エネルギーの導入に、頑張っていきたいなと思いました。ありがとうございました。